どうも、キモータです。よろしくお願いします。いやー、あのさ、今日の動画は、まあ、そんな長くならないんで、聞いていただきたいんですけど、ギコちゃん最近さ、あんまりガチャゲン運曲作ってないんですよ。ガチャゲン運曲というかは厳密に言うと、コラボの運曲作ってないんですよね。ここ最近って言ってもあれだけど、ジョジョ第2弾とか作ってるけど、ガンダムとかね、それも去年だし、作ってないんだけど、これ理由が実はあって、あんま作る意味ないんだよね。意味なくなっちゃったんだよ、昔と違って。今のモンストって。今日も配信でね、申し上げたんですけども、今のモンストの周回って言ったらあれかな、周回するクエストで一番難しいクエストって言ったら何、想像してみて。うん、にょん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 、そう、空中庭園でしょ。空中庭園の10でしょ。で、空中庭園10周回してコルティーナ出すっていうのが、まあ、ぶっちゃけ一番難しいじゃん。もう一つ考えられるのは何、ふにょ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 、そう、霊絶周回だよね。はい、運曲いる運曲いるのか。確かにこれまで豪絶だったりとかガチャ弦運曲が刺さったことっつったら、まあほぼほぼないのかもしれないけど、それでも豪絶だったら運曲を作っておけばひょっとしたら刺さるかもしれない、こういう淡い希望も持てたわけじゃん。まあ何につながるかっていうと、モンストで一番周回が難しいもので運枠を使えるかもしれない、ガチャゲンのキャラで。それはこのゲーム降臨キャラクターとガチャゲンキャラクターって言ったら、やっぱり性能は、まあ、最近降臨もなかなか上がってきたとはいえ、それでもやっぱりガチャゲンの運極だったりとかガチャゲンの強さってすごいんですよ。やっぱり強いんです。なのでテンション上げてガチャゲンの運極、ガチャゲンのコラボ運極結構作ってきたっていうね、側面がギコちゃんあったんですけど、ここ最近のモンストの流れがだいぶ昔と変わってきまして、ギコちゃんの体感なのかな、いや多分そうだと思うんだけど、まあ霊絶もね、さっきも言ったけど運枠は特に必要ありません。ただ運極にしておけばラックスキルは発動するかもしれないよね。そんな感じです。空中庭園の銃に関しても同じ。で、今回ちょっと苦言ね、呈してばっかりだとあれなんですけど、キコちゃんね、あの東京グール、今回があのさ、5月1日からコラボ来るってことで、正直ね、発表された時ちょっと嬉しかったね。なんでかっていうと、今このタイミングで第2弾第3弾なんてやられちゃうとあんまりテンション上がらないし、ガチャ引いても確定演出の角度が低いんですよ。青保留とか緑保留ぐらいですよ、確定演出来ても。通常のやつだったら前の第1弾のキャラ出たりとか第2弾のキャラ出たりとか第3弾の確定演出、第3弾コラボ限定確定演出来ない限りは二次保留じゃないんですよ。確定演出の信頼度は青保留か緑保留ぐらいに済んじゃうんで、うん、そこまでしか来ないんで、だから第2弾第3弾はちょっとテンション上がんないなと思っていて、新規コラボだったら嬉しいなって思っていた矢先、東京グール、ありがとうございます。嬉しいです。正直嬉しいです。第一弾。新規コラボ嬉しいです。いろんな意見ありますよ。はい。東京グールが発表された時、東京グールみたいな。好きだけども、なんで今みたいな。たくさんありました。でもこれね、配信中も言いました、俺。ミクシーの木村社長がおっしゃってたじゃないですか。コラボは、じゃあ、お願いします。OK ですよ。で、いきなり決まるもんじゃないんですよ。1年前ぐらいから打診して、ようやく1年後に実現するみたいな温度感、スピード感。だから、去年の今頃って言ったらなんかやってたのかな、ちょっとなんかやってたみたいなのを配信のコメントで教えてもらったけど、何がやってたか知らないけどね。うん。で、今は、東京グールはなんか10周年らしい。今年が。そんなこと何周年とか言っちゃったらさ、こち亀とかやばい大変なことになるよね。何周年とかいらないと思うね。正直あの、なんか新しいものやるとかだったらわかるけど。周年は別にそんなおめでたいものじゃないの、牛音とらんのが長いでしょって思っちゃうし、まあいいやそれは。それで言ったら、まあ、北斗の拳とかね、花の刑事の方が長いでしょって思っちゃうけど、まあいいです、それいいんですよ。俺今回のこの金木くんっていうのが主人公、金木くんが画面出しますね、はい、こんな性能してるんですよ。いや結構強いなと個人的に思ってるんですけど、皆さんどうですか。俺は強いと思うし、信者たちはこぞってね、 X 上でぶっ壊れだと騒いでおるわけですよ、信者たちはね、うん、確かに強いんだよ、俺が見ても強い、バカな俺が見ても強い、うん、ただ聞いて、魅力的なんだけど
運極にする魅力があるかって言ったらやっぱハテナなんですよ。なんでかっていうと、使えるところが今のところ空中庭園の6と、あとどこだっけ、未開の大地54だっけ。運極である必要がない、運極の意味なし、意味なし、意味なし。ちょっと運極にしたいなと思ったんだよ。うわ魅力的と思って。リムルとかはさ、なんだかんだいろんなとこ連れてったじゃん。難しいところも対応してるし、なんだかんだリムル1枚入れとけば SS がすごすぎて、全体割合だっけ忘れたけど、すごすぎて、なんだかんだ1体積んでおけばいろんなところで使えちゃうよみたいな、運枠としても使えるよみたいなレベルだったじゃん。俺運極にしなかったのよ、俺リムル。もう今更なこんなこと言っても後の祭りですけども、運極にしなかったことちょっと後悔してて、金木くんはどうなんだいっていう、そういう動画にしたかったの今回。ギコちゃんはちょっと運極にしたいなっていう気持ちが少しあるんだけど、適正クエストだけで見るとあんまり魅力を感じないんですよね。空中庭園6と未開の大地54って、未開の大地54もいずれまでできなくなるぐらい上っちゃうんでしょ、わかんないけど60ぐらいで止まるとか言われてるけどね。そんな感じでちょっとね、ここ最近コラボ運極を作って、まあギコちゃん作ってはいるんですよ、コラボ運極作ってはいるんだけど、ギコちゃんが知っていて、かつ作品愛があるもの、好きなもの、要するにガンダムとかね、ジョジョとかね、これジョジョね、懐かしいよ、このね空城城太郎ね、はい、重すぎる、はい、だったりとかですよ。そういうものがない限り運極にしない自分が最近ちょっと嫌になってて、むちゃくちゃ性能として強いよっていうやつ運極にしたいんだよね。はい、なので皆さんぜひね、金木くんのここで使ったら強いよっていうのを、空中庭園6と未開の大地54以外で、ちょコメント欄でギコちゃんにコンサルティングお願いします。お願いします本当に。今日ちょっと風邪ひいてかなり具合悪いんで、ちょっと金木くんの情報でギコちゃんのちょっと元気づけてくれたら嬉しい。はい、ということで以上ギコちゃんでした。お待ちしております。またねー。